皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。長野県映像クリエイターのピック S です。本日はですね、キャノンさんから出てる EF50mmF1.8SDM についてのお話ししていきたいと思います。もう結論から言いますと、もうコスパ最強です。このレンズ、僕はですね、売ってません。売りませんでした。実はね、今撮ってるカメラなんですけども、富士フイルムさんの X2 を購入した際に、前持ってた、ね、EOS R と、他のレンズ資産は売ったんですけども EF の 50mmF1.8SDM は売ってませんですし、この僕がよく使っている BMPC6K Pro にも付けられます。ただしね、これフルサイズ用のレンズなので、まあスーパー 35mm だと、まあ換算するとまあ 80mm ぐらいになるんですけども、めちゃめちゃ最強のレンズかな。コスパ最強です、本当に。まあ、でそのね、なぜそうなのかっていうお話をね、ちょっとする前にですね、僕年内に、ね、登録者数1000人超えを目指しておりますので、ぜひ皆さんチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。 Ayo Jay, can we get some ratchet one time? それではね、この EF50mmF1.8SDM についてお話ししていきたいと思います。まあ、フルサイズ用のレンズです。まあ、スペックはですね、焦点距離がまあ 50mm、 絞りが F1.8 からF22 まで、まあ、フォーカスは、まあ、オートフォーカスとマニュアルフォーカスがあります。まあ、最短撮影距離が 0.35m、まあ、要は 35cm ですね。まあ、フィルター径が 49mm で、まあ、小型軽量ですね。本当に軽いです。本当にもうレンズって結構重たいものが多くて結構荷物になるので、で、まあ、レンズをね、まあ、抜粋して選んでいかなきゃいけないんですけども、まあ、このレンズだと本当に手軽に持ってくれるので、本当に僕はすごくいいレンズだなと。本当に軽いですし、ね、この BMPC につけてもすごく操作性もいいと思います。はい、じゃあね、まずメリットですね。まあ、先ほども申しましたけども、小型軽量で F1.8 でボケ感がいい、もう値段が安い、もうメリットだらけですよね。まあ、作例とかね、ここにバーンと載せておくんですけども、すごくね、本当に軽いですし、もうボケ味もいいですし、色合いもいいですし、あのキャノンさんの EF のね、もう EF レンズって結構もうすごくね、もう古いんですけども、やっぱりね、あのリピーターというか使ってる方多くて、やっぱり評価が高いレンズなんですよね。でなおかつ EF50mm の F1.8STM はもう本当に値段も安いです。本当に新品だと13,000円ぐらいで、中古だと安いので6,000円ぐらいあったのかな。僕も多分7,000-8,000円で購入したと思うんですけども、すごくねいいですし、本当にね、もう写真でも映像でも使えるレンズかなと思います。あと F1.8 なので、すごくね F 値も低いので、とてもいいレンズかなと思います。本当にね、ボケ味もいいですし、色合いもいいです。ですがね、デメリットもやっぱありますよね。デメリットとしては、まあ、僕個人的にはちょっとオートフォーカスの、まあ、撮影するときに、まあ、映像撮影するときにオートフォーカスの駆動音がめちゃめちゃ気になります。結構大きい音します。結構 EF レンズって結構駆動音が、ね、結構大きいものが多いんですね、オートフォーカスの時に。まあ今はね、キャノンさんで出てる新しい RF レンズはそんなにはしないんですけども、 EF レンズは結構モーターの駆動音が大きいので、変な話、ピンマイクとか、まあ、そういう時に、まあね、駆動音を気にならないようにするためには、まあピンマイクつけたりとか、まあ、カメラの上にねマイクつけて、ね、やったりすればいいんですけども、まあ結構そういうのが気になって、映像に入っちゃうと、そういう駆動音が入っちゃうと、あんまりね、いい映像になって、か映像としてはちょっと良くないかなと思うので、まあ、そういう音声を撮るときはもうピンマイクとか外部マイクをつけておくことがおすすめだと思います。まあそれぐらいですかね、僕個人的なデメリットというのは。なので本当に、まあまとめると、本当に EF の 50mmF1.8SDM は本当にコスパも最強ですね。 50mm でここまでコスパがいいものって見当たらないと思うんですよ。しかも軽いし、本当にもう本当によれますね。マクロレンズとは言いませんけども、 35cm まで近づいてね撮影することができるので、すごくねメリットあるかなと思いますし、値段も安いし、初心者向けかな。カメラ買った方はね、本当にカメラ買った方はやっぱ 50mm 持ってると、やっぱり基本的なね、レンズとして 50mm っていいので、 50mm でね、写真とかね、動画とかの練習すればすごくね技術向上になりますし、 50mm って本当にね標準レンズなので、ぜひそれをね13,000円ぐらいで
買えるっていうのはなかなかないと思いますので、ぜひ皆さん EF の50ミリを F1.8STM を買ってみてはいかがですか。結構ね、まあそういうメルカリとかではちょっとね違う、まあ、EF50mmF1.8STM の前のバージョンも結構来たりしてるんで、そこはね気をつけてください皆さん。結構間違って買っちゃう方も多いので、そこはね注意かなと思います。まあ、こんな感じでね、皆さんにおすすめのレンズをね紹介していきますので、まあ、もしね、このレンズについてわからないことあればコメント欄に、ね、コメントしていただければなと思います。まあ、こんな感じでね、ね、もうこのレンズ紹介2回目かな、3回目もやろうかなと考えておりますね。僕が実際使っててよかったものを皆さんにね、情報として発信すれば、ね、なんか参考になってもらったらすごく幸いかなと思います。そんな感じで、ね、今日は、締めていきたいかなと思いますけども、まあ、ぜひ皆さん、年内1000人の、ね、登録者を目指しておりますので、ぜひチャンネル登録だけはよろしくお願いします。友達にもこのチャンネル超いいよって伝えてください。まあ、そんな感じでね、また次回もね皆さんにお会いできることを楽しみにしておりますので、次回もまたよろしくお願いします。それではまた。